まずはイージスファイターですね。はい、今ですね、はい、このイージスは、タンクビルドですね、うん、今、突き立てて、エネミーにエフェクトが出てると思いますけれども、これが挑発状態で、自分をターゲットされます。さらに動きも止めると、はい、バインドですね、敵の移動を、止める、状態以上入れて、まあ、自分に、攻撃を引き寄せたりとか、うん、まあ、敵の行動を阻害して動けないようにして、まあ、仲間を守る。よりタンクっぽい敵士ビルドみたいな感じですかね。はい、はい、次はで変わってちょっと今度イージスの、光属性の特化ビルドですね。はい、まあ属性は、エネミーごとに弱点があったりとかしますし、属性を重ねることでバーストとかを狙っていけますので、はい、その辺、いろいろ属性とかすごいですよ。時々丸いピュンってこう回避した後出てるのがジャスト回避ですね。うん、でこちらのツインストライカーは、ドレインビルドですね。持ってるスキルが、ドレイン効果を持ってるスキルを多く持ってまして、はいはい、なので、スーパーアーマーで、避けずにスーパーアーマーで敵の攻撃を、相手を受けたりとかっていうのを見たりとかしております。受けてもそのまま吸収しながら戦えると。はい、でこちらは CBT の時もありましたけども、光属性の、はい、特化ビルドとなっております。はい、今ちょっとダメージとか。火ですね。火属性、炎属性。はい。で、アーチャーですけれども、これはさ、デバフビルドですね。敵の行動を阻害したりとか、敵に、状態異常だったりとか、そういう状態をかける用の特化したビルドになってます。今ちょっとスピードダウンとかがついたんですけども、はい、ちょい見たことないスキルが出てますね。そうですね。はい。なんか回復っていうよりはデバフに。そうですね、割とデバフ状態上、はい、今ちょっと毒入れましたけれども、はい、そういったところに特化した、ビルドとなっています。で、こっちの、アーチャーは、サポートというかバフビルドは、サポートビルドですね。今、クイックインターバルで、リキャストを速くしましたし、こんな感じで、眠らせて、状態異常回復をしたり、ヒールをかけたり、はいっていうところをかけております。サポートに特化していくということで、はい、で、スペルキャスターはちょっと前のちょっと動画とかでもありましたっけ、ちょっと優雅の時のところが分かりやすい、ビルドですけれども、このスペルキャスターは、炎属性特化ビルドとなっています。持ってる攻撃スピードが、全部炎属性なので、属性弱点が分かっている時はこういうところを狙っていくという特化となっております。ね、まあ、今ゴブリンと話したけど、ゴブリンこの弱点のことが多いので、うん、そういうところにはハマるかなと。でこちらは、氷属性の特化ビルド。で氷属性は移動阻害だったりとか、バーストも動かなくなって、しれっとして突き切りますけども、ちょいちょい見たことないですっていうところが、はい、まあ、今いきなり単発で敵が吹っ飛びましたけど、あんな感じで全体的に言うと振りが遅めなんですけれども、単発大火力っていう形の、はい、コンセプトとなっております。塊も飛ばすし自分も飛ぶみたいなね。はい、でそうですね、弾前の弾は、射出可能になってまして、弾を飛ばして攻撃。この星を救うために